今回どんなこう新しい企画があるのかなって、本当に今度は商店街とかでプロレスライブやるんじゃないかなって、ちょっとドキドキしながら今日ちょっと楽しみに、久々のアップアップ DDT だったりするので、すごい楽しみにやってきました。今日はそんな小さい話じゃないんですよ。長くやってきたのに。いやもうね、アッパートガールさんと DDT はもうね、もう一個上のステップに上がるべきなんですよ、ね。どういうことか言いましょうか。今日発表するのはですね、この度アップアップガールさんと DDT で新たなプロジェクトを立ち上げます。その名はアップアップガールズカッコプロレス。その新メンバーオーディションを開始いたします。プロレスラーとしては日本武道館のメインイベント、そしてアイドルとしても日本武道館単独公演を目指します。オーディション合格者はアップアップガールズカッコ仮の妹分グループとして、まあ8月27日に横浜で行われるアットジャムエキスポリでアイドルステージデビュー、早い、これは勝手に予定します。勝手に打てない予定ですから、予定、あくまでね、予定で。そして、まあ、2017年中に CD デビュー、はい、今年、そして2018年1月に予定されている、DDT の、グループ団体でもある東京女子プロレスの後楽園ホール大会でプロレスデビューします。もうね、アイドルでプロレスラー、そして世界最強のアイドルを目指す女性はここに集まれ。どんどんいろんな方で募集してきてもらいたいなと思う中、現メンバーの人からもですね、プロレスラーになってもらいたいなと思ってます。例えばね、サホちゃんなんかは、サホあがりさんなんかね、空手の黒帯じゃないですか。どうですか、サホさん。そうですね、確かに私は空手の黒帯なんですけど、でも私は空手一筋なので、ちょっとプロレスはちょっとできないかなって、すいません。佐藤さん、千鶴さんも卒業控えてるじゃないですか、はい、卒業後に、まあ、もしよかったら、もしよかったら、卒業おめでとうの次の日に会うみたいな感じになる。そんな感じありますね、はい、どうですそういうの。いやでもなんか再会がこうムキムキになってかっこよくなってっていうのもまあありかなって思います。ちょっと検討します。はい、吉川さんも、吉川さん身長でかいですね。170センチ。いけますよ。いや、いきますいきます、全然いきますよ、いきますよ。いやいやいや、もう彼女はもう即合格ですよ。合格ですか。その期待あるね。合格という言葉に弱いので、はい。サホさん、もう一回聞きます。どうですか、私たちと一緒にプロレスもやってみませんか。これからプロレスになるのか。まあ、そこまで言っていただけるのなら、まあ、考えます。おっ、はい、リングネーム決まったら、リングネームですか。リングネームあるんですね。そうですね、サホクロービーにしたいと思います。いやもう、サホさんもしね、試合をしてもらうならば、やっぱ空手家対プロレスラーで意思格闘戦でもいいと私は思うんですけど、サホクロービーっていうのはなかなか素晴らしい、斬新なリングネーム。